ゴルフの日本オープンは最終日を迎えています。玄界灘に面した福岡県古賀市の古賀ゴルフクラブ、九州で最初の日本オープンの開催地となったこのコース、全長が6762ヤードのパー71です。昭和28年に開場したシーサイドのコース、2万本近いという松がそれぞれのホールをきれいに仕切って、そして選手たちのやってくるのを待っています。さあ最終日に入ってきたこの日本オープン、有力選手たちも後半のラウンドに入ってきました。これから今日は10番以降の後半のホールを中心にお伝えしてまいります。金井誠一さんと沼澤誠一さんの解説、実況私工藤でお伝えしてまいります。10番から18番の後半のホールのうち、キーになってきそうなホールには各ホールに担当のアナウンサーがリポートをしてくれます。14番野地、15番柴田、16番小野塚、18番斉藤の各アナウンサーです。この日本オープンに合わせて非常にコースそのものが難しくセットされています。ラフを伸ばして、そしてフェアウェイを狭くしています。そして現在は曇りで気温が21度一部なんですが、さらにそこに加わって、このコースが本来持っている脅威、風が今日は出てきました。後半の9ホールのレイアウトはご覧のようになっています。画面のちょうど上の方が玄界灘、海になります。そこから風が来ました。一段と険しい表情を今日の古賀ゴルフクラブは見せています。選手にさらなる試練を強いてきそうなこれからの展開です。ともかく第3ラウンド終わった段階で、金井さん、はい、アンダーパーが一人しかいないという ね、 そうね、状況だったんですよね。どうしてもこのゴルフ場というのは松がある、うん、海からの風というのはこの松の上をこう通過するじゃないですか、うん、ですから本当に微妙なそのボールのコントロールがね、はい、難しい。それにやっぱり何といってもラフですよね。そうですよね、そういうところで悩まされてるんじゃないでしょうか、うん、そして昨日までの選手たちのプレーぶり見てますと、グリーンにはかなり苦労してましたね。おっしゃる通りなんですよ、うん、このグリーンはなかなか読みにくいんですよね、うんうん、ですからもう入ったなと思ってもこうスッとこうカップに蹴られるっていうシーンがありますのでね、ええ、この辺も選手が頭痛い。これ18番のグリーンなんですが、はい、今ですね、はい、ここにマウンドがあります。でこちらに傾斜してますから、こちらですとこういう風に、左に曲がるラインなんですが、でだいたい1カップ程度曲がるよという感じの風に見えるんですね、うん、で実際にこれ、選手がこれから打つんですけど、これ見てたと分かるんです、はい、この感じなら入るというところでカップのそばに行くとスッとこう直ってしまうような形を、ほう、うん、出るのがここのグリーンのね、特徴と言っていいんでしょうか。全体にそうですね、うん、ですからみんな選手がね、見てくださいね、これほらスッと穴に向かってくるでしょ、ここでスッとこう、この辺がこのグリーンの難しさかもしれませんよね。そこには何かこう理由あるんですか。芝にはいろいろ種類あるんですけれども、普通ベントグラスっていうじゃないですか、はい、これなんかこれはこのラインが若干上りのほんの少しのフックなんですね。ですからこの上りをちょっと見てみましょう。これは微妙なんですよ、本当右端すれすれ打たないと。ああそうですね、曲がる穴のところにキュッとこう曲がるでしょ、うん、この曲がり具合がなかなか合わないんですよね。この芝なんですけど、なんですか、これテクノアート1号という、あ、これ品種の名前、品種の名前なんですね、はいはい、でこれは普通種まいて、うん、スーッと地面からまっすぐ立ち上がるんじゃなくてね、うん、横に伸びてそれから葉っぱが出てくるという風な種類のものですから、この強いらしいんですよ。でうん、この大会に向けて非常にこう丹念にこう育てられた、ですから芝が一段とこう強いんですね、葉っぱが。18番の斉藤さんよ、うん、ですからカップのそばに来た時にこうスーッとこうなんていうの、余力なくなった時にカップに吸い込まれるってよく言うじゃないですか。なるほどね、あれがないんです。なるほどね、そのままちょっと回転が違うとこう蹴られてしまうというか、ね、そういう風に見えますね。あーねー、18番ホールには斉藤アナウンサーがいますが、斉藤さん、はい、18番です。今日も選手やはり親という表情なんかありますかね、やっぱりね。本当にね、今金井さんおっしゃった通りでね、ゴルファーの人は打った瞬間手応えがあるときには
そういう表情を見せますね、うん、それがねカップ近づくにつれてスッといく、どうしてまっすぐいかないんだ、どうして切れちゃうんだっていうね、そんな表情がねありますね。今37人通過したんですが、今日ね結構バーディーチャンスあるんですよ、はい、3、4メーターにつけるんですが、わずかにバーディー3人だけ4日間長い戦いが終わったね、18番のそのグリーンをねじーっと自分のあの今のパッティングの後を振り返りながらね、うん、スコアを提出する選手の表情印象的ですね。そうですかね。今18番が 4.35 という今日のホールアベレージがありましたが、特にバックナインといわゆる言われます後半のホール、その平均アベレージご覧いただきますが、これパー4で 4.32、4.31、 つまり全部みんなこれオーバーパーのスコアで、特に14番469ヤードは 4.64 というねえ、特に今日はこのホールアゲンストになってるもんですから、まあこれはパー5をパー4に変えてやってるわけですけれどもね、大変このホールはタフなホールであるし、後半の山場になるホールですよ、うん。上空からご覧いただいています、その469ヤードのパー4、はい、バンカーのところで18ヤードフェアウェイ、そこからぐーっと約10メーター前後上っていますので、この両方のバンカーは完全にパー5をのセッティングで、設計されてますから狭いんですね、うん、手前がティーインググラウンドになります、はい、ここからティーシフト、はい、ですから出だしを見ますとかなり広く見えるんですけれども、この左側に見えるバンカーですね、この入り口で約285ヤード、うん、ですからこの上り坂で約290から300ということになるんですけれども、こちらの方向から風がちょっとこちらですね、風が吹いてきてるもんですからかなりのアゲンストになりますね。ですからこの幅が約18ヤードです。18ヤードしかない、18ヤードです、うん、このフェアウェイにきちんとボールを置かないとなかなかパーが取りにくいぞ。しかしロングアイアンなりウッドになるわけですから、はい、アゲンストですからね、うん、ですからこれでもグリーンを捉えるのはそう簡単ではないです ねえ。さあこのホールには野地アナウンサーですが、野地さん、はい、14番です。どうですか今日セカンドをですね3ウッドで打つという選手が非常に多いですね、うんうん、確認できただけで2オンに成功したのは5人だけです。ああ今日はさらに悪いんですね、 4.76。 そうですね、風が相当強いですし海方向から来てますんで、今日が4日間で一番波の音が大きく聞こえてます。あ、そうですか、はい、はあ、まあ、この難しい14番も含めて本当にタフなホールが続きます。さあ最終ラウンド入ってきていますが、現在の状況をご覧いただくことにしましょう。なんとアンダーパーがいなくなりました。ワンオーバー尾崎立雄と奥田誠貴が現在トーナメントリーダー、その後2オーバーに溝口美乃座、4オーバーパリ尾崎雅史という状況で、尾崎立雄が今日1アンダーで回ってますが、ほとんどの選手がスコアを落としています。そうですね。そしてこれから勝負は後半、まあ、あと9ホール9ホールにかかってくる状況です。丸山が1つ伸ばしていますが8オーバー12位タイです。本当にこうなってくるとどこからチャンピオンが出てくるか、これは分かりませんね。見当つきませんね、うん、はい、4オーバー5オーバー後半で入った人にはまだチャンスありますからね。そうですね、さて10番ホール415ヤードパー4、尾崎立雄、溝口英司、後ろから一組前の組み合わせになります。現在1オーバーと2オーバーの2人、左のラフが溝口です。あ、これ立雄の方ですね、失礼しました。これは溝口選手です、はい、溝口です。左のバンカーの入り口ですね、ここはフェアウェイからバンカーまでかなりのラフがこうやって伸びてます。これは横芝ですからすっごくクラブヘッドに巻きつくんですね。しかもつま先上がりですから、これはうまく打った。ただラフからですとなかなかうまくは止まりませんが、でもあそこからじゃまあまあじゃないですかね。右のラフが尾崎立雄、
見てください、この力任せに打ってるスイング。尾崎縦尾にしてあそこまでということなんですね。工藤さん、これだけ力を入れますでしょう、ね、そして次のデリケートなアプローチをやらなければいけない。このフィーリングが簡単には戻らないんですよ。なるほど、はい、だからものすごい力を入れた後の細かく字を書き、はい、書いてごらんなさいって書けないじゃないですか、うん、こういうことを繰り返しているわけですから、これはリズムという点では本当に辛いですよね。さて10番ティーの方には最終組がやってきました。奥田誠貴とフランキー・ミノザです。今日は奥田が1番でパーを、まあ、セーブしていった後2番3番でボギー、現在1オーバー。ミノザは1番でボギーで、あとはずっとパーで現在2オーバーという状況でこの10番ティーにやってきました。2番3番、まあ、2番はすごくタフなホールなんですけど、はい、3番パー5で、どちらかというとバーディーチャンスのホールなんですけれども、そこをボギーにしてしまった、それにしてもその後タフなホール8番は最大の山だと前半言われてるんですけどね、うん、はい、そこをパーでしのいできた2人なんですけどね、この辺がやっぱり粘る、日本オープンではこの粘りがないとなかなか難しいですね。これは右から風吹いてます。したがってフェアウェイの右サイドへ打ち出していかないと左に流れてしまいますよ。右は深いラフで左はバンカ ー、これはテイク、バックスイングが難しいと、ね、はい、でもあの途中のラフよりはいいですけどね、うん、昨年この大会2位のミノザ、そして93年のジャパンオープンチャンピオン奥田です。まだね本調子じゃないんですって、はあ、ねえ、テイクバックの上げ方を少しまっすぐ目に上げるように注意されたと言ってました。若干のフェードボールで攻めると言ってましたけどね、うん、セミラフですか。セミラフですけどね、うん、これなら問題ないでしょう。13年目37歳、93年琵琶湖でのこの日本オープンのチャンピオンですが、その後本当に腰を痛めたり苦しい時期がありました。ようやくその不安が少しずつなくなってきている状況ですかね、はい、そうですね、